ジャンガンマンさん。そして見てる場合じゃないって言われた。よし行くぜ。お、なんかイベントが始まる。いきなり全員を集めるとは一体どういう要件か。さて今度は何が起こるのでしょうね。全く飽きさせないな。何がフフフですか。もっと爽やかな笑顔はできないんですか。例えば国民的アニメの某主婦が番組のラストに見せるような笑顔は何なの。っていうかこの状況で笑えるなんてどうかしてるよ。どうかしてるのはどっちだろうな。え、何をどういう意味。別に感心しているだけだ。殺し合いもいや、ここで暮らしていくのもいや、手がかりで明確なビジョンもなしに日々を重ね、それでよく平気でいられるものだと感心しているだけさ。何？私にだって考えくらい。そういえば前に力説していたな。すぐに警察が助けに来てくれるとかどうとか。あの件はどうなったんだ。一向に助けに来る気配がないようだが。それは、あれ？どうしちゃったんだろう本当に。確かに妙ね。教会のど真ん中の学園でこんなことが行われてて、あれだって、警察が気づかないはずがないのに。なんと、なんて無能な警察。うん、逆に黒幕が強大なだけかもしれませんわね。警察さえも自由に動かせる立場とか。だって政府お抱えなんだろ。何か政府ってやつか。もしかすると、あ、そういや関係ねえかもしんねえけど、ないなら言わないで俺も思った。関係ないなら言わないでと思った。うん、いや、ゆうべオカルト話じゃねえぞ。昨日の話だ。俺は玄関ホールでぼーっとしてたんだが、その時にな、聞こえたんだ。え、聞こえたって何が。うん、よくわからん音。どんな音だ。うん、だから言ったろ、よくわからんて。でも強いて言うなら、もしかすると工事現場みたいな。工事現場、リアルな話、気のせいって可能性もあるべ。うっすら聞こえただけだし。気のせいに決まってるでしょ。耳鳴りかなんかじゃないの。何の話。モノクマじゃねえの。うん、だよね。嘘、なんでハテナなんだよと思った。お前しかいねえだろ。出たわね。プププププ赤栗くんが聞いた音ってさ、工事現場じゃなくて爆発音だったりして。爆発音？にゃほほほほ。マシンガンとかウップップ、工事現場の音に似てなくもないよね。何言ってるんだよお前。なんと、おっとっと、これ以上はお口にチャックなんでした。内緒内緒と。っていうかマシンガンの音なんてさ、映画とかフィクションでしか聞いたことねえよ。それで、だったら話せる話をして。私たちを呼び出した理由聞かせてくれる。それだ、忘れてた。そうだったわ。がっつくね。早速本題に入れと。もう早くしてよ。お願い。脇から花を出すな。でもさ、その前に僕の愚痴にも付き合ってよ。しょぼーん。なんか最近元気はないんですよ。おけ糸の針とか艶もなくなって。あ、おけ糸？おけ糸って何？あ、そうか、これ熊。お、やばい、生物じゃなかった。ぬいぐるみって設定だった。そうかそうか。それっていうのもこの退屈な日々のせいだと思うんです。僕はもっと刺激にあふれたデンジャラスでウィットな日々を求めているんです。うん、つうかぶっちゃけていいっすか。今日は黒い気分。次の黒が現れなくてつまんない。やっぱり言うと思った。あのね、なので僕はお前らに新しい動機を与えることにしたのです。動機って、もしかしてこの間の映像みたいに。ああ、忘れてた。また妙なものを見せて殺人を煽ろうっていうのか。こら、殺人を煽るってなんて人聞きの悪い。いいかね。何を企んでいるのか知らんが、僕たちはもう殺し合いなんかしないぞ。いいか。
何をされようとも絶対にだ。フラグでけえ。そりゃ結構なことだね。せいぜい頑張ってよ。じゃあ僕は僕で一方的に始めさせてもらうよ。今回のテーマは、テーマ？ドキドキ。恥ずかしい思い出や知られたくない過去です。この辺で敏感にさ来そうなのは、まあ深川さん、あとは千尋ちゃん、この二人がでっかく動揺する気がする。誰かしら何かは必ずあると思う。あるんだけど、人間生きていれば誰しも恥ずかしい思い出や知られたくない過去っていうのはあると思うんだけど、じゃじゃーん、今回僕は独自の調査によりお前らのそんな思い出を集めてみました。まさか全部発表するの？僕が手にしているこの封筒の中にはお前らのそんなマル秘な情報が入っています。今から配りますので、さっさとご覧になってください。ん？自分に自分の分が回ってくるのか。モノクマはそう言うと、手にしていた封筒を僕らの足元へと放り投げた。え？無造作に？僕は慌てて自分の名前が書かれた封筒を拾い上げ、正解だな。恐る恐る中の確認を始めた。瞬間全身が緊張した。苗木くんは小学校5年までおねしょしていた。くっそどうでもいいな。どうして？どうして知っているんだ。みんな思わず声を上げていた。タイムリミットは24時間です。それまでに黒が出ない場合はエクストリーム。この恥ずかしい思い出を世間にバラしちゃいます。人がたくさんいるところで凱旋カードもカーでも、ま、転がしながら怪文書を撒いちゃおうかな。恥ずかしい。それがお前の言う動機の意味か。プププププ。はい、そうですよ。嫌でしょ。バラされたくないでしょ。確かにバラされたくない思い出だけど、でもこんなことのために僕らは人を殺したりしないぞ。いや、苗木、俺が見てるのだけがレベル低いんやって。もっとガチでやべえのが紛れ込んでんだって。なんと。なんですと。その通りだ。そうだ、実にくだらないな。この程度のことで殺人なんか起きるはずがない。テンション下がるな。だって思い出だってお前らと外の世界とをつなぐ立派なキーワードだし、誰にも知られたくながないゆえに知られたくはないやってこともあるはずだと思って、だからせっかく用意したってのに。しょぼーん。ああ、これじゃ殺人は起きないんだって。残念残念、こいつ確証を得ているな。実はもうな、 むしろ向こう側が選んでんじゃないのっていう感じしてくるわ。誰が誰をどの駒を動かすか。じゃあ24時間後にこの秘密をバラすことでささやかな自己満足に浸る釣りよ。この秘密をバラす？はーい。隠しとほほ場合なら、あ、みんなの秘密をってこと？ちょっと待てよ。ということは、がっくりと落胆した様子のままモノクマは体育館の奥へと引っ込んでいた。あのさ、最初はびっくりしたけど、でもちょっと肩透かしだったかも。いや、一人だけきっと様子違うのいるぞ。ねえ、それは秘密がバラされるのは恥ずかしいけどさ、でもさすがに人を殺す動機にはならないよね。過去にもよるて。聞きたまえ。みんな僕にいい考えがあると。いいかね。いつそのことさっきの秘密とやらをここで告白し合うのだ。そうだろうそうだろう。そうすればもう動機の心配なんてなくなるしな。うん、いい考えだ。よし、じゃあ僕から行くぞ。待て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 、まずはみんなの多数決を待て。成長せよ。僕の恥ずかしい過去はだな。あんたの恥ずかしい話なんて聞きたくないわよ。なに。それに私は嫌よ、話したくない。この子はそういう面があると思う。それこそそんな大したことじゃなかったとしても、とにかく開示、自分に関するなんか恥ずかしいこととか心の内とかそういう秘めた部分開示するのを極端に嫌うタイプでしょ。だ、誰に何と言われようと話したくないから。私も嫌というより無理ですわ。無理。ふう。
無理と言われると聞きたくなるのが人の差がよ。話してみるがいい。話しません。また。ホリホリ。いいから言ってみろって、ホリホリ。お前、それさ。まったく。ですから。来たこれ！来たこれ！ほら！話したくねえって言ってんだろうが、この腐れラードが。ラードまで落ちたの。なあ！俺も同感だ。話す必要などない。藤崎くんはどうだ？ごめんなさい。今は話したくない。でも。で、このままじゃダメだと思うから、後できっと話すよ。頑張って強くなってみんなには話すから。あのさ。話したくないなら無理しなくていいって。私だって本当は話したくないし。そうだな。ここまで反対されしまったら、いくら兄弟の提案といえども却下せざるを得ねえな。うん。まあ、いいだろう。どちらにせよその程度で殺人なんて起きるわけがないしね。待てよ、ここでさ発言していないの、さくらちゃん歯がくれ。そうだよな、人を殺してまで知られたくない過去なんてそんなのあるわけないよな。では秘密の話し合いはやめておくが、いいかね、期限となる24時間以内にはそれぞれ覚悟を決めておくのだぞ。発表されるんだもんね。もう、あいつやりやがるんだよね。言ってたもんな。世間に秘密をばらされるのは屈辱的だが、命まで取られるわけじゃないんだ。だからその、早まった真似はするんじゃないぞ。こんな念をされると逆に不安になるんですが。すまん、ない可能性とは分かっているんだが。校内放送です。おやすみなさい。とりあえずもう夜時間だっつし、今日のところは休むとすんべ。そうだな。明日に備えるとしよう。正直妙な不安は残っていた。でも僕らはそこまで深刻になることもなく、その場を解散し、それぞれ自室へと戻っていった。これさ、防御とかできないんかな。事前に誰にも知られたくない過去や思い出、それらも僕らと世界の外の世界を結ぶ立派な基盤。そんなモノクマの言葉に正直僕はピンときていなかった。そんなことのために殺人なんて起きるわけがない、僕はそう思い込んでいた。でも楽観視していただけなのかもしれない。だから大した緊張感も抱くこともないまま、なんだか疲れてるのかな。今日はやけに眠い。僕は眠りに落ちた。その時、すでに進行していた悲劇のことなんてこれっぽっちも知らずに。じゃあもう翌日確定じゃん。ちょっと僕の話に付き合ってもらってもいいかな。世界に対しての態度というか、能動的と受動的との差というか、例えば殺しちゃったと殺したの差についてなんだけど、この違いが分かってない人って意外に多いんだよね。殺しちゃったと殺したは全然違うんだよ。僕の言っている意味分かるでしょ。殺しちゃったは誰にでもできるけど、殺したをできる人って意外に少ないんだ。冷静に考え判断を下し、行動に移すのって感情で動くのよりずっと難しいんだよね。覚悟が必要なんだよ。覚悟はね。で、何が言いたいのかって、それはね、僕にもさっぱりなんだ。行間を読んでくれたまえよ。この行間を読んでくれたまえよ、めちゃめちゃ便利な言葉やね。めちゃめちゃ便利。何、ハテナから始まってんだよ。う、俺の名前は苗木誠。違うな。おはよう。おはよう。おはようございます。ダイレクトできたか。俺だけ特別扱い。うわぁ、うぷぷぷぷ。ナイスなリアクション。やっぱ君って期待を裏切らないよね。やっぱさ、苗木のことさ、特別視してない？秘密といいさ、あ、でも一回狙われてんだ、狙われてるっていうか、
あれなんだよ、ね、なんだよ、何しに来た。うん、趣向を変えてみました。この前放送じゃなくて直接お越しに聞いたの。何のために。面白いから、おもろいから。それとせっかくだから僕の口から教えてあげようと思ってさ。何をだよ。いいのかな、そんなにのんびりしちゃって。仲良しクラスメイトの誰かさんに何かあったみたいなのにさ。は？はにゃにゃ。どうったの？青色が死に損ないみたいな青色だけども。何かあったって？どういう意味だよ。それを確かめるのはお前らの仕事。頑張ってね。誰かに何かあったって？それってもしかして？いや、そんなはずはない。そんなことあるはずがないんだ。でももし、いや、もしなんてことを考えても仕方がない。とにかく今は、食堂だ。まずは食堂に急ごう。あ、飛んでくれた。はっ、ナギ。うん。無事だったん？どういうこと？おい。お主もモノクマに話を聞いてここにやってきたんだな。あ、そういうことね。みんなそれぞれモノクマに起こされたのね。で、同じことを伝えられて誰かが何かあったよと。それで、ハガクレはそういう言い方をしたわけね。ハガクレくん、朝比奈さん、オオカミさん、オオカミさん、それに、トガミ。この4人だけ？他のみんなは？すでにモノクマの言葉を確かめに行っているか、あるいは、奴の言う何かに巻き込まれているか。何かって？もしや。また起きたのではあるまいな。殺人が。それはモノクマの言葉を聞いて真っ先に頭に思い浮かんだ最悪の可能性。最悪ゆえに真っ先に追い払われた可能性。うん、だとしたら、昨日のあれのせいってことが？は？ありえないよ。たかが思い出だよ。たかが？それはどうかな。そう思えない人間だっていたはずだぞ。え？自分を基準にして価値判断を行う。それがどれほど危険な行為か気づかないのか。何なの？だったらなんで昨日そう言わなかったのよ。当然だ。もう忘れたのか？これは協力し合うゲームじゃない、蹴落とし合うゲームなんだ。わざわざ助け船を出して何の得がある。最低。まだそんなこと言ってんの？うん、どうかしてんべ。リアルな話、洗脳でもされてんじゃねえか。待て、それよりも今は何があったかを突き止めるのが先だ。まあいいだろう。そうだな、では手分けして探すとしようか。行くぞ。この中を歩いて調べみんなの部屋ノックしてみたけど返事がないんだ。何が起こったのかも確かめに行ってるのかな。だとしたら学校の2階とか新しく行けるようになった場所だし、何か起きていそうだよね。クラッシュルームのここは何もないようだな。大神さんはどうしてここに？何か気になることがあったの？いや、ただ先日のお主の推理が頭のどこかに残っていたのかもな。え？もしや。何かが起こったのならば、ここでまた証拠隠滅が行われる。そんな連想をしてしまったのかもしれんな。なるほど。それは、言った本人が思いつきませんでした。言った本人が思いつきませんでした。なあ、ナギッチ、正直どうよ。え、何が？リアルな話。ドガミッチ、リアルな話、洗脳されてるんだべが。さあ。そういうのって、ハガクレ君の方が僕なんかより詳しいんじゃないの？え？な、どういう意味だべ？だって、ハガクレ君は占い師でしょ？おいおい。ナギッチ、それは大きな誤解だべ。いいか？占いってのはな。そうだべ。洗脳とか催眠とかそういううさんくさい非科学的なもんとは全く違う。そこんとこはっといてほしいべ。占いだって科学的とは言えないよ。とか言ったら怒られるよな。